今回の企画は、魔法が使える世界でサバイバルをやってもらう。見習い魔法使いのオンリーよ。魔法の里で飛行魔法や召喚魔法など様々な修行をこなして大魔法使いを目指すのだ。オンリーよ。様々な魔法を使いこなして最強の大魔法使いになった姿を楽しみにしているぞ。というわけで今回のマインクラフトは魔法を使ってエンダードラゴンを討伐していきます。ここはどこに起こさせられたかわからないけど、ここで魔法を習うっぽいですね。そこに見えるのは誰かおりますね。なんかおっちゃんがおる、おっちゃんが。どうも。お、びっくりした。この先は魔法の里、スター山で出ガス。何者だ？おう、魔法使いの見習いのオンリー、出ガスか。話は聞いてる、出ガス。ちょっと変わった人だな、本当に。そうならそうと早く行ってくる、出ガス。ガー。まずはこの先の広場に行き、話を聞いてみてくる、出ガス。これは見習いのお前さんにプレゼントでガス。修行に励むでガスよ。ガーやばいな、本当に。え、これは早速。ウィザードスタッフ。まあ、なんか魔法使えそうですね。今のところ、ニークリックをしても、あんまりません。ちょっとまだ習得できてないのかな。え、結構、舗装されてますか。ああ、これさっき上から見れた。ここは、お、すげえ。いろいろ飾ってある。大賢者様。いい、あ、トーテムついてるし。なんか、絵の部分も全然違うじゃん。いいなぁ。そっちの方がいいわ。あ、誰かいる。そこにある像になっておられる大賢者様は、あの杖を全て使うことのできたものじゃ。お主も大賢者様までとは言わずとも、習いを卒業できるよう、授業に励むのじゃぞ。まずは、マナについての説明と、それから簡単な魔法をやってみるかな。ほう。ここからは本の妖精の僕が説明するね。まずは自己紹介。僕の名前は本の妖精ブック君。君が立派な魔法使いになるためにお手伝いをしていくよ。これからよろしくね。早速だけど、君の前にある紫色のマナスポット。ボタンを押してみたらマナがみなぎってくるよ。スター山のいろいろなところにあるから、マナが少なくなったなと思ったら、しっかりマナスポットでマナを回復してね。マナの回復が終わったら、後ろの建物で魔法練習をして魔法になるよ。おお、なんかちゃんとしとるな。おー、いや、マナ、クソ溜まるやんけ。ルルルルルルル。めっちゃ溜まりました。マナって経験値か。経験値を使って魔法を使うと。姿だけでも立派な魔法使い。形から入ることも大事だよね。まずは装備を整えて、気分は魔法使いだ。チェストに入っている革の装備に全て魔法をかけてね。こうかな？こうやってやって。はい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 。ウィザードスタッフ。シフトしながら右クリックすると開くわ。ここに何か入れるってことか。あ、革装備入れてみようか。これで、どうこれで。あ、できた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 。見て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 見た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 。これ、あ、ウィザードハット。あー、来た。え、なんかもうちょっと深く被ってくれると思ったけど、おでこ際立つ感じになっちゃった。これを、パン。おぉ、できた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 。で、これで回収と。で、これを切ると。はい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 。これ一通りやろうか。くるくるするのが楽しい。ポン！おぉ、ぽい。めっちゃぽい。もうちょっと帽子を深くかぶりたい。どんどん行きましょう。まあ、番号振ってあるから、この通りに行こうかな。次はこれ、若返りの禁断魔法。柵の中にいる動物さんたちに、麦の種の杖を使って、動物さんに照準を合わせて、右クリック長押しで魔法をかけてね、すべての動物さんたちを若返らせたらクリアだよ。なんか若返る要素ある？もしかしてちっちゃくなるってことかな？ちょっとわかりやすい。パンダくんいきますか。えい。ちっちゃくなった。茶色の子パンダとか拝んだことないんだけど。ちょっとガンガンいきますか。ああ、若返ってる、若返ってる。ちっちゃくなった。やば。え、めっちゃ可愛いじゃん。でも次行きますか。3番目。次はこれだ。空の瓶にエネルギードリンクを作ろう。テストに入ってる10個のガラス瓶に魔法をかけ、エネルギードリンクを作ってね。
作り方装備の時と一緒だよ。10個作ったら城の防護ごとに飾って完成だよ。はっ、あ、エンチャント瓶できたね。魔法使うの簡単だわ。あ、みんな大変ですよ、慣れちゃうぞこれ。さあこれで10個完成です。ビガーン。次4番目、最後はこちらだよ。あれなんだ、窓から見える白い掲示板に3つのアイテムが飾ってあるよ。樽の中から正しいアイテムを選んで、チェストに1つずつ選んで、3つ正解したらクリアだよ。これを使えってことかな、もしかして。あ、めちゃめちゃ拡大されるんだこれ。あ、やばい、感度もすごい。ポピー、ウーパールバイリバケツ、エンダーパール。拡大度合いがえぐいですこれ。ほい、あ、クリアン。よく頑張ったの。これから出会う魔法もしっかり学んで自分のものにするんじゃぞ。それから各地に置いてあるエンダーチェストもうまく活用するんじゃ。簡単かもしれない。まだ難しい魔法が来てないぞ。まあ、進みますか。第一修行。第二修行、こっちっぽいです。あれ、ちょっとなんか先っぽについているものがいいじゃん。おお、君が見習い魔法師のオンリーか。はは。ちょっと笑い方変な人多いな。噂には聞いていたが、とてつもない能力を秘めていそうな瞳をしているな。あ、どうも。どうも。どうも。これは楽しみだ。早速だが、今から教える魔法を使って、荒れた土地をきれいにする手伝いをしてほしい。おお。行きますか、修行に。ポン。いや、よく来たね。次の修行はこれだよ。木とレンガに覆われた土地の再生。ここはずーっと手入れがされていなくて、こんなに荒れてしまっているんだ。3つの魔法で、黄色い線の中の土地をきれいにするお手伝いよろしくね。ほーい。ハサミの杖。葉っぱに向かって右クリック長押して葉っぱを一気に刈り取れる。ほう。まあ、じゃあ早速それやるか。多分入ってる。これっぽいな。はい。ハサミついてる。右クリック長押し。あ、あ、取れ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 た。葉っぱでしょ？草ではないんだ。なるほど。まあ、ちょっと掃除していきますか。もう便利すぎんか、これ。しかも、先っぽを変えればいいんだよね、これも多分。便利やな。どう？綺麗になった。おぉ、綺麗になったね。これ、あれかな？斧を使わせてくれるかな？じゃないと、この丸太、良くないでしょ。このままじゃ。ああ、やっぱあるね。ダイヤモンドの斧の杖。原木に向かって右クリックで、氷が簡単できる。やりましょう。はい、右クリック。あ、ちょっと時間かかるかな？若干時間かかってるように見えるけど。あ、しっかり、取れましたね。よし。さあ、OK じゃん。最後が、これ、なんだろう。あ、ダイヤモンドツルハシの杖。鉱石に向かって右クリックで一気に増える。うわぁ、そういうことか。綺麗になったら手持ちに回収したアイテムを先生の横のチェストに置いて。なるほど。持ってっちゃいけないのか。ちょっとパン足りなくなりそうだから、リンゴぐらいいいかなと思ったんだけど。よし、ツルハシで取っていきます。早すぎんか。え、これに関しては早すぎるわ。オッケー。綺麗に乗ったんじゃないこれ。どう？おぉ。じゃあ、もう。アイテム入れるよ。こういう感じかな。はい。ああ、これは綺麗になった。ここでの修行終わりだ。次の修行も頑張るよ。いや、でも便利だな、本当に。里に戻ろう。何修行。じゃん。ああ、来た。ああ、なんか同じ服。見習いかな、この人も。よく来たわね。魔法を見習いくん。ここでは移動魔法を学んでもらうわ。ちゃんと学んで立派な魔法使いになるのよ。ああ、エリトラついてます、エリトラ。杖で飛ぶの。またがる系？ここからは移動補助の修行だよ。まずはエリトラの杖を使って、ここから見える飛行船に移動してみてね。そこから修行会場に行こう。F5 で3人称視点になって、右クリック長押しはほどほどに。着地を下向いて起動して降りる。起動なしだとダメージあり。え、どういうこと？やってみないとだね。OK、行きます。飛行船に乗れっつった？長押しは？あ、飛んでる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 けど、あ、なるほどね。わかったわかったわかった。なんとなくわかったぞ。いい感じに降りられないです。あ、難しすぎる。いい感じに乗りたい。はい。うわ、乗った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 。よし、来た。来たよ、来たけど。これは移動魔法の修行に行く。いや、これ極めるの。結構時間かかるぞ、これ。行きます。ポン。あー、来た。いやいや、ここではいろんな移動魔法を学んでね。いろんな移動魔法を駆使してアスレコースをクリアせよ。まずは、雲の糸の、あ、別の移動魔法があるんだ、エリトラ以外に。雲の糸の杖を使って壁を登ろう。壁に向かって右クリック長押しプラス W。お。じゃあ参ります。
壁に向かって右クリック名越しプラス W。 ああ、いけた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 。うおお、来た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 。よし、次。釣り竿の杖、的に向かって右クリックでフックを飛ばし、右クリックでフックを離す。ほう、飛べる距離が決まってるそうです。いきます。こっちかな？これだ。いきます。ほっ。やばい！うわあ！難しい。難しい。あそこまで行かないと。飛べる距離、少な。めちゃめちゃ短かった、今。これはいけるやろと思ったけど、本当にギリギリのがいいね。お、あ、ダメだ。あ、むずいし、なんか、飛べる距離短いから、ジャンプして距離稼ごうと思ったら、ダメでした。うん。ほい、いけた。ほい、いけた。ほい、オッケーオッケーオッケー。次は、羽の杖、右クリックを押してる間ゆっくり入れる。右クリックを離すと、あ、どこだから、ずっとつけとけと、いきます。さすがに遅すぎん。さすがに遅すぎる。直前で。は、よし。オーケー。じゃあ次は、メザーラックの杖、右クリックを押すと溶岩がブロックに変わる。普通だな。あ、そういうこと？あ、いや、ちょ。長押しちゃダメなのか。はい。あ、ちょ、ゆっくり。長押して、ずっとサクサク歩けんのもんだと思った。危ない。続きまして、防具盾の杖。位置を交換したいモブに右クリック長押しすると立っている場所が入れ替わる。普通にジャンプしても届かないところを向こうにいるモブと場所を交換するってことかな。と、あ、おお。で、牛が向こう、自分がこっち。ビーン。おお、瞬間移動した時のブンって音が怖い。エリトラの杖。エリトラの杖もさっき使ったから、もう説明はいらないから大丈夫か。崖の上のシーランタンが見える場所を選んでね。あれかな？あれか。よし、行こう。行きます。で、羽。あ、いや、羽じゃない、それ、糸。行きます。ほっ。ほっ。よーし。オーケー。まあ、よく最後までクリアできたわね。ご評価あげたいわ。ご本。かわいい見習いくん、私から教えることはもうないわ。次の授業も頑張ってね。終わりました。ご褒美ないそうです。帰ります。あれ？ここは？長老の家？長老なんかもうちょっと高いところに家あってもいいんちゃう？もう長老様、授業頑張ってるようじゃの。そんなかわいいひよっこ魔法使いにはこれをプレゼントじゃ。これでより強い魔法を使えるようだぞ。フォ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 。ネザーウィザードスタッフ。アップグレードしたのかな？これ。あ、第三修行。もう3もやってるのか。攻撃魔法だ、これ。いや、いかつい人出てきた。おうおう。言われも吐かずにここまで来るとはやるじゃねえか。だが、俺が教える魔法は今までよりも過酷だぞ。気をつけていけよ。オッケー。余裕です。行きましょう。こっち。ん？お、なんか、檻がある。よーし、攻撃魔法ガンガン使うぞ。テンションバグっとるな。いろんな攻撃魔法を駆使して、各フィールドにいる敵を倒せ。まずは蜘蛛の巣だ。敵の動きを一時的に封じると、ほう。モブに向かって右クリックなんか押して、蜘蛛の巣が発射される。ほう。剣で攻撃って書いてあったな。そこは剣なのね。うん。起きた。なんか押して。ほ。オーケー。余裕じゃん。なんなら、蜘蛛の巣つけなくても余裕だぞ。あい。いや、なんか、モブのいる場所によっては、あっちゅう間に抜けられちゃうな、これ。使いどころが限られてきそう。よし。そして次は、炎の杖。モブに向かって右クリックで、杖から炎が吹き出す。近距離魔法なので。あ、なるほどね。います。うん、近距離魔法。メラメラしてますが、本当に近づかないと当たらないから、かなり時間かかりそうです。次は、デスハンドの杖。モブに向かって右クリック長押して地面から地獄の手がいくつも湧いてくる。段差があると魔法が効かないぞ。平らな場所まで敵を気づけてから放つのがポイントだ。いきます。ポン。ああ、いる。いるけど、でここでは、攻撃食らわないので、いきます。デスハンド。え、なに？ああ、怖い。ああ、音も怖いし。でも生えてきてる。うわぁ、やばい。あ、もう大丈夫です。沈んでってください。これめっちゃ魔法っぽいわ。いいか。
ヘッドボブの杖。ボブに向かって右クリック長押しで、杖からウィザースケルトンの頭蓋骨が発射される。着弾した瞬間、爆発するぞ。ボブと距離を取りながら遠距離攻撃倒せ。これは遠距離攻撃なんだ。いきます。遠距離攻撃って言ってたもんね。ああ、遠距離攻撃、遠距離攻撃、遠距離攻撃。ほら、ほらほら。着弾した瞬間爆発。ほら、ほら、ほら。ほら、よし、いや、中までいる。ほら、ほら。やばい、なんかぶっ壊してた。おお、いや、全然強いんだけど、ぶっ壊してしまいました。先へ進むぞ。やっぱりなんか、ちょっとアップグレードされてるね。この杖になったから。おお、帰ってきた。続きまして、愉快にダンスの杖。ほう。右クリック長押している間は、音楽が流れ、周囲のモブが踊り出す。その隙を狙って剣で攻撃して倒せ。魔法の効果があるのは、周囲4マスと狭いから、モブを引き寄せて使うのがポイントだ。あ、ジュークボックスついてる。踊り出すっていうのか。どう？あ、踊ってる踊ってる。めっちゃ踊ってます。そして、マナの消費が激しい、これ。あ、なるほど。あ、これできる。ほら、オフハンドでも使えます。はい。よし。むず、使うのめっちゃむずいよ、これ。でも面白いな。俺は感動している。ここまで来たら、あとは最終試験だ。お前が立派な魔法使いになることを楽しみにしてるぞ。いますか。最終試験らしい。いや、でも結構いろんなもん使ったよ。手持ちパンパンになるぐらい使ったからね。最終試験会場。どっち？どっち？こっち？あ、最終試験あった。いや、ちょっとね、なんかさっきの踊るやつを考えると、もっと消費激しくなるんじゃないかな、読みで。参りましょう。長老、いよいよ最終試験じゃ。黒竜を倒して卵を持って帰ってきてちょうだい。黒竜を無事討伐し、持って帰ってきた卵をこのチェストに入れるのじゃ。黒竜っていうのはエンドラ討伐かな、まあ、行ってみてだな。はい。行きましょう。あ、普通に来た。普通に来た。まあ、一旦エリトラレトビーの羽で着地。はい。で、これで、つって、行け。いや、ちっちゃい。こうするしかないか。え、どうしよう、これ。全然難しい。これ、どうしよう。普通に痛いよね、多分。行きます。痛い！普通に痛かった。これどう？さすがに当たってるし。よしよしよし。ピンポイントで当てればなんとかなりそうです。魔法を使ってうまいことやりたいんですけど。ほい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 。よし。これで破壊。いい。あっちも破壊。いい。いえ。届け。よし。パタ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 。いきます。いや、これゼロ距離で当たりそう。痛い。やばい。あぶれ。あぶれ。待て、誰かと目があった。これ右クリックでもできるのか？なるほど。これ。エビ。あー！ダメだ。両サイドに杖を持ったら、右手しか効果がない。そりゃそうか。もう一回だ！たまにこれで破壊してみるか。ほら！手で破壊できない？もうちょっと伸びろ、お前ら。あと、ちょっと伸ばせばいけるって。いけんのかい。あとここだけかな、多分。よし。よしよ。さあ、あとは、黒竜のみでございます。よし。黒竜にバンバン当てていくか。当たらんかな。当たらんの。当たらんですわ。今一応、これ打ち込んでみるけど。いや、貫通していく。貫通していく。で、しかもさっき、エンドクリスタルやったけど、この手もおそらく、全然、エンドラに届かずになると思うんだよね。あ、行く。はっ、もっと急いで。よし、オッケー。で、これで剣で切ると。なんで直接当たらないんだ、魔法は。行きます。来る。早っ。これ絶対こっちじゃん。こっちの方が正解だわ。どこだ。そこ辺か、それか。ちょっと、見えないんだ。見えないんだよ。来とる。うわー。どうした？そうか。いける。よし！みんな、黒竜討伐完了です。完了！やったー。強かった、いつもより。そして、あのおっちゃん、あれ？ああ、びっくりした。一瞬、あのおっちゃんさ、インドラの卵持ってこいって言ってたから、忘れずにと思ったら、あれ？どうだ？あ、ここは。OK！ ザ・ネクスト・ジェネレーション。黒竜の卵ゲットだぜ。
帰ろう。あの大賢者様が僕らを倒しに行かないのも分かった気がする。魔法だけで戦うの難しい。よし、 OK。 うわ、来た。ありがとね。どういうテンションなんや。これでお主も立派な魔法使いじゃん。やったー、立派な魔法使いになりました。というわけで魔法使いになりきってのエドラ討伐成功でございます。本当にすごいよね。この1アイテムに対していろんなものを付け加えることでいろんなことできるっていう。最近いろんなものになっとる気がしますが、魔法使いも悪くないね。というわけで今回の動画面白かった方、高評価チャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。おすすめの動画はこちら。次の動画もお楽しみに。バイバイ。